どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、ゆうこれです。皆さんは、呪術廻戦コラボガチャ、引きましたか？まあ、引いてる人多いと思います。はい。まあ、このコラボガチャね、石7個で引けるんだけど、内容もまあまあ強くてね、放射内以上は武器もあるって感じでね、めっちゃ石7コラボなんですよね。で、たくさん引いた人もいると思うんですけど、その中で、このキャラどんぐらいいればいいんだろうって思ったことないですか？今回の動画では、この呪術廻戦コラボガチャの最低加工数ですね。もうこんだけ持ってればなんとかはなるよっていう必要最低加工数を話していきます。注意してほしいのが理想数ではないので、理想的な数ではないです。できればいっぱい加工してほしいっていうのが当たり前なんでね、全部一体所持か、全部五体所持かどっちがいいですかって一体所持選ぶ人いないと思うんで、五体所持の方が当然いいんですけど、ただまあ今回の動画はあくまでね、最低加工数ということで、こんだけ持ってればなんとかなりますよっていうね、必要最低ラインを話していきます。で、パズドラってゲームって、代用とかの兼ね合いで、全キャラ1体は絶対に持っといてほしいんですね。絶対1体を持っといてほしいんですけど、今回の動画では最低加工数ってことで0体のキャラもいます。ただ注意してほしいのが、絶対に1体を持っといてほしいので、まあ、そこはね、余裕があれば1体は残すようにしましょう。今回の動画通してもね。はい。ただま、その上でですね、どうしても交換の弾が欲しいとかね、もうどうしても、いたどり交換したいから、どれから出せばいいか迷ってますって人向けとかって感じで話しているんで、それに加えて、一応ね、俺の理想加工数も話していきますね。まあ、これに関してはもう単純に俺がこんぐらい持ってればいいなって思った数を載せていくんでね。まあ、そっちに関しては、ほんともう俺が思ってるんだなぐらいの感じで見てください。まあ、こっちは結構ガチ勢向けな感じになると思います。はい、まあ、という感じでね、今回は、呪術廻戦コラボガチャの最低加工数やっていこうと思います。まずは星82体からやっていきましょう。じゃあ、まずは星8から話していきます。まずは、虎杖からですね。はい、虎杖に関しては、1体加工してれば OK です。まあ、この変身前の携帯持っておけばね、20ターン変身で、変身後がね、周回でもリーダーでも強いキャラになってくれてるんで、まあ、個人的に1体持ってれば十分かなって感じになってます。はい。で、俺的だったら、2体持っておきますね。はい。まあ、この携帯が、スキルブースト6個、もしくは7強4つに無効化にできて、かつ周回ではね、この25倍のエンハンスと無効化の生成が結構強いんですよ、今、ウラシュラ周回で。なので、ウラシュラの上限解放用として1体いたどり確保して、あとは変身前1体持っておけばいいかなって感じで、まあ、僕だったら2体持っておきますね。まあ、最低は1体なんで、1体いれば十分だと思います。はい。武器に関しては別にそんな無理して取る必要ないと思ってるんで、まあ、個人的には変身前1体確保すれば十分だと思ってます。これがいたどりですね。はい。さあ続きまして、五条悟に関してですね。五条は最低加工数1体いれば十分ですね。この1体に関しては、こっちじゃなくて、もう武器ですね。圧倒的に僕のおすすめは。スキブ、チーム回復強化、創作化あって暗闇耐性2つ持ってて、スキルがダメージ無効に3ターン遅延が14ターンなんですよ。多分これからね、攻略編成で、まあ、少なくとも僕のチャンネルでは五条めちゃめちゃ活用されると思います。スキルの無効プラス3ターン遅延がね、序盤終盤とね、隙がないんだよね。ちなみにね、キャラの方も強いから、少しでも余裕があれば、2体持っておく価値は十分にあります。ただ、五条2体加工するってなかなかきついと思うんで、まあ、なので最低加工数はね、1体で十分だと思います。まあ、キャラもしくは武器で活用してあげてください。で、俺の最低加工数は4体ですね。絶対に4が欲しいですね。まあ、進化前1体もしくは0体って感じで、進化後をね、まあ、極練周回のことも考えるとね、3体を持っておきたいですね。かなり極練で使えるこの工場が強すぎるんで、そういう点でも3体ぐらい持っておければ安心かなって感じ。で、武器に関しては当然加工必須なんで、まあ、4から5ぐらい加工しておけば安心かなって感じになってます。これが五条悟でした。はい、じゃあ続きまして、星7やっていきましょう。まあ、今回は星7がメインなんでね。はい、ちゃんとやっていきます。さあ、ここからは星7キャラですね。まずはジョーゴから。ジョーゴは最低加工数1体です。というより逆に言えば1体いれば十分ですね。まあ、28ターン変身のキャラっていうこともあって結構重いんだけどね。変身後は7強に非コンボ強化もあって無効化スキルも3ターン出てる優秀なキャラですね。リーダースキルもロザリンと相性めっちゃいいんだけど、まあ、使うとしてもロザリンの相方の1体って感じかな。2体以降ロザリンパーティーで使うことはほぼなくて、2体目入れるならロザリン、であとジョーゴって感じなんですよね。なので、ま、個人的には1体いれば十分だと思ってて、まあ、最悪武器要員で活用してあげるってことも考えると有効化コースは2ですけど、まあ、正面別に1持ってれば十分やと思ってます。はい、ジョーゴは1いれば OK ですね。さあ続きまして、マヒト。最低加工数はもちろん1体ですね。もうこのキャラはフレンドに全部耐えれるんで、自分自身は1体持ってれば十分です。はい、まあ、マヒトはもうね、スキルもね、覚醒もリーダースキルも全部強いですから、まあ、引けたらラッキーって感じで、ぜひ引きに行ってあげてください。まあ一応ね、武器に関しても強いんですけど、まあ必須級ではないので、あくまで1体いれば十分だと思います。ちなみに俺の最低加工数は2体ね。まあこれもほんと武器要員って感じで、一応2体って感じになってます。はい。まあ人は1体いれば十分です。
さあ続きまして伏黒ですね。伏黒の最低化コースは1体ですね。このキャラに関しても別に2体以上はいらなくて、進化後と進化前に関しては進化してあげればね普通に入れ替えれるんで、全然無理して2体以上加工する必要はありません。まあ強いて言うなら、この進化前に戻すときにスキルターンが1になってしまうんで、まあ、2体持ってればそこがめんどくさくないっていう感じでね、まあ、持ってければラッキーなんですけど、まあ別に言って1いれば大丈夫なんで1体加工してあげてください。進化後はね、普通に強いキャラで闇属性パーティーの必須ザブになると思うんで、逆に言えばこのキャラ最低でも1体は絶対持っておきたいキャラになってますね。はい。で、まあ武器はね、そんな無理して加工するほどではないので、まあスルーでもいいと思います。まあちなみに有効で最低加工数は3ですね。まあ普通に進化前、進化後、武器含めて合計3つ持ってれば十分だと思います。はい、という感じでした。次。さあ続きまして、釘崎のバラ。こちらは1体加工しておけば OK です。まあ普通にね、進化前とかもね、面白い覚醒持ってて、スキルもね、釘ドロップ生成あるんでね、強いんですけど、まあ取るとしたらこの形態かな。7強10強無効があって火力出せるしね、スケベ4つ持ちにできるんで、まあ一応この形態としてサブ持っておく価値はあると思います。スキルもね、3ターン釘が少し落ちやすくなって、20% グラビティなんでね、まあ加工できるならしておきましょうって感じですね。はい。武器に関してもね、めちゃめちゃ強いわけじゃないんで、まあ、個人的には最低限ほんと1体か0体ぐらいの感じです。ただやっぱり釘ドロップ自体がね、まだ未知数っていうこともあり、まあ、進化後も結構強いんで、まあ、1体を持っておいてもいいのかなって感じです。で、有効化コースは3体ですね。進化前、進化後武器って感じになってますが、まあ、このキャラ自体は別にそんな強いと思ってないんで、まあ、無理に確保する必要ないと思います。次。さあ続きまして、東堂葵。このキャラは1体なんだけど、もう比じゃないぐらいね、重要な1体ですね。はい。まあもうスキルがね、リーダーと一番右のサボを入れ替えて、1ターン敵の防御がゼロになるんですけども、これが今もう周回編成における汎用性高すぎるんですよね、マジで。もうなので、マルチ用としてもね、もうめちゃめちゃ強いんで、ぜひ確保してあげてくださいって感じで、もう最強の1体って感じです。で、俺的な最低コースは4体で、まあ、進化前が普通に1体持っておきたくて、で、あと、進化後ですね。こちら、まあ、上限解放用と、あとは普通に遅延用で2体確保しておけば十分かな。で、あと武器ですね。こちらも含めて1体って感じで、合計4体いれば十分だと思います。このキャラはもうマジで1体引けたら絶対勝ち組なんで残してくださいね。間違えてもこのキャラ交換に出さないように。釘崎とかに関しては、まあ、最悪出してもいいと思ってるけど、絶対1は確保してほしいと思ってます。はい、こちらが東堂でした。次。さあ続きまして、七海健斗。こちらは最低加工数0体ですね。まあ、とはいっても、キャラが弱いわけじゃなくて、スキル4つに7強3つに無効感あってめっちゃ強いキャラなんで、まあ、確保できるならもちろん確保してほしいんだけど、まあ、最低の話をするなら、まあ、持ってなくてもいいかなって感じになってます。まあ、今、光が弱いっていうのもあるしね、七海健斗自体も無理にパーティーに入れる必要のあるキャラではないので、まあ、そこまで無理して加工しなくても大丈夫かなって感じ。ただまあ一応スキルはね、6回以上に生成に3倍エンハンサーって優秀なキャラであることは間違いないと思いますが、まあ正直無理して加工もしなくていいって感じですね。進化後はもう正直使わん。マーベルパーティーで使えるぐらいだけど、これ強いって言ってる人は、本当にこのパーティーを一生使ってほしい。多分ね、3日後にはね、誰も使ってないと思うんですよね。やっぱ今の時代、マーベルでこんなね、わざわざ無理やり入れてっていうこともあんま少ないんで、個人的にはもう別に無理に加工する必要ないかなって感じで、まあ、強いてなら武器がね、烈強4つにね、チーム HP、チーム回復あってね、光烈パーティーが入ればかなり強そうなんですよね。スキルも7倍エンハンス持ってるしね。武器はかなり評価高いんだけど、まあでもそこまで加工する必要ないでしょうって感じで0体ですね。ちなみに最低加工数じゃなくて有効加工数なら2体ですね。まあ、普通に進化前、進化後持っとけばいいと思います。はい、そんな感じでした。さあ続きまして、全員巻きですね。全員巻きに関しての最低加工数はもう0体で OK ですね。はい。まあ一応使い道あるにはあるんだけど、多色決定点で無理に加工する必要ないんで、全然交換に出しても問題ないかなって感じになってます。ただ一応ね、武器自体は強いんで、まあ0体とは言いつつね、七海健斗も全員巻きもね、1体を持っといた方がいいと思います。ただまあどうしても交換困ってたらもう0体で全然いいって感じですね。ちなみにね、全員巻きは武器が強くて、50% 以上強化に悪魔キラーを持ってるんで、周回で使えるんですよね。まあ周回要員で加工しておきたい人は武器残しておきましょう。有効的加工数は1体ですね。もうほんと武器って感じです。もうキャラ自体はね、ほんと個人的にね、全くと言っていいほど使い道がないので、まあ加工もしなくていいと思ってます。そんな感じでした。はい、これがね、放射のキャラでした。さあ最後、星6キャラやっていきますが、星6全部話すと長いんで、必要なキャラだけピックアップして話していきますね。最後になりますが、星6キャラですね。星6キャラはもう全体的に1体持ってれば十分ですね。ただ例外として3体だけピックアップしておきます。まずは、西宮桃からですね。このキャラに関してはもう本当に、周回においてスキルが強すぎるんですよ。上から2列目と下から2列目を光に変えるっていうのが。なので、まあ、マックスで5体っつってるけど、まあ、最低でもね、1、2体は確保しておきたいって感じになってます。まあ、実際めちゃめちゃ使うわけじゃないとは思うんだけど、スキル自体が貴重なんで、まあ、20体とは言いませんが、5体ぐらいは確保しておいてあげてください。で、
続きましてこちら、三輪かすみですね。まあ、これに関しては、一応スキルがね、いや、2ターンでロックと水ぞろきょうと1ターン攻撃受けると猛反撃が、超反撃があるんですよね。まあ、使わないと思うんですけど、何かしら使い道がある可能性が 1% ぐらい、いや、0.001% ぐらいはあるんで、まあ、気が向いたら残してあげてください。はい。で、最後ですね、全員舞。これに関しても、スキルが3ターンでね、ロック解除に、引き、回復、参考生成があるんで、まあ、一応3体入れればループできるんで、まあ、3体確保してもいいかなと思います。これもね、同じく、全く使い身じゃないと思うんで、まあ、無理に確保する必要ありません。ほんと、この2体は趣味って感じ。なので、まあ、星6に関しては、西宮桃だけ確保してあげればいいと思うんで、ぜひ余裕があればね、確保しておいてあげてください。他のキャラは、まあ、1体、まあ、ボックスに余裕があれば2体、3体ぐらい確保しておけば十分だと思うんでね、まあ、なかなか使わないと思います。まあ、そんな感じで考えておいてください。はい、はい、という感じで今回ですね、ジュース回線コラボガチャの最低加工数話していきました。実際ね、動画でも話してる通り、使い道を考えればね、何体も持っといた方がいいんですが、最低だったらそこまでめちゃめちゃ持っておく必要ないんですよね。ただ、まあ、全キャラね、まあ例外を除いて基本的には1体欲しいんで、気合で引いてもらえればなと思っております。はい、という感じで今回はですね、ジュース回線コラボの最低加工数について話す動画でした。チャンネル登録、高評価ぜひお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。